ルノホート2号は、ソビエト連邦のルノホート計画で月面に送り込まれた月面探査車。ルナ21号は1973年1月に月面に着陸し、2期目の月面探査車となるルノホート2号を展開した。主な目標は、月面の画像の収集、光のレベルの調査、地球からのレーザー測定実験、太陽からの X 線の観測、 月面の磁場の測定、月面物質の土質力学を研究などであった。ルノホート2号を描いた、ソ連の切ってるのホートの車輪ルノホート2号は高さ1 3 5トル長さ1 7 0トル幅1 6 0トル重量8 4 0ラムほどの大きさであった。それぞれが、独立喧嘩、モーター、ブレーキ構造を持った8個の車輪を持っており、 約時速 1km と約時速 2km の2足が存在した。3台のビデオカメラを積んでおり、1台は探査車の誘導のために高い位置に乗せられており、高い画質の映像を3.2、5.7、10.9、21.1秒フレームのフレームレートで送れた。これらの画像は5人の地上コントロールチームに利用され、リアルタイムで運転コマンドを探査車に送っている。 また4台のパノラマカメラも持っていた。電力は、超蝶外式の円形の蓋の内側の太陽光パネルによって供給されており、これは内部塀の蓋にもなっていた。充電時には、蓋は開けられた。その他ポロニウム210の放射性、同位体加熱ユニットを持っており、これは月の長い夜の間の保温に使われた。化学機器には、土質力学試験機、 太陽 X 線実験機、将来の月からの天体観測の可能性を調査するための可視光と紫外線を測定するための天体写真器具、車体全部の2.5メートルの張り出し棒に取り付けられた磁気センサ、放射系、レーザー検出実験のための光検出機、フランス製のレーザーコーナーキューブなどが載せられていた。通信用としてヘリカルアンテナ、 コニカルアンテナなどがついており、これが地球との交信に利用されていた。ランダーには、レーニンのレリーフとソ連の国章が載せられていた。ランダーとローバーの合計重量は1 8 1 4ラムであった。プロトン SL-12、D-1 位、e、で、ルナ21号は、宇宙大気軌道に打ち上げられた。その後、セミ軌道に移動した。 1973年1月12日、ルナ12号は90から 100km の月、周回軌道に乗った。1月13日と1月14日にかけて、金月点 16km まで降下した。1月15日、40回の軌道周回の後、16km の高度で逆噴射が行われ、ルナ21号ランダーは自由落下状態になった。 高度750メートルで、ルナ21号、ランダーのメインスラスタが着火され、落下は22メートルの高さまで減速させられた。この地点でメインスラスタが停止し、第二スラスタに着火され、落下は1.5メートルの高さまで減速させられた。この地点で、エンジンのスイッチが切られた。着陸は23時35分に行われ、ルモニエクレーターの北緯25.85度。 統計30.45度の位置に、ルナ21号ランダーは着陸した。着陸後ランダーは展開して、ルノホート2号を露出。ルノホート2号は、ランダーの上から、周辺の TV 映像を撮影し、その後展開されたスロープを使って、ランダーから移動し1月16日1時14分に、月面に降りた。ルナ21号。 ランダーの写真と着陸地点の写真を撮影し30メートル走行した。太陽電池パネルでバッテリーの充電期間の後、着陸点とランダーの写真をさらに撮影し月面の探索に出発した。ルノホート2号は月の昼間に走行し、たまに太陽光パネルによるバッテリーの再充電のために停止した。夜には休止状態になり、次の昼を待った。 夜の間の保温は放射性物質の崩壊熱を利用していた。1973年1月18日から1月24日にかけて1260メートル、2月8日から2月23日までに9086メートル、3月11日から3月23日までに16533メートル、4月9日から4月22日までに8600メートル。 5月8日から6月3日に880メートルを移動した。1973年6月4日、ルノホート2号の計画終了が公表された。これは、車両が5月中旬に故障した、あるいは5月から6月にかけての月の夜で、回復できなくなった結果であると推測される。 近年では科学者のアレクサンドル・バセレブスキーが1973年の5月9日に探査車の開いた蓋の部分がクレーターの壁に接触し土砂を被ったためではないかと推測している。月の夜の間、蓋は閉じられることになっていたが、この時土砂が絶縁ラジエーターの上に落ち砂が放熱を妨げたためとされる。月の昼が来た時、 実際にルノホートの内部温度は冷却不能であるかのように上昇しており、これによって探査車が故障し操作不可能になったと考えられる。ルノホート2号は4ヶ月にわたって運用され、高地や列行を含む3 7トルの地域を走破し、86枚のパノラマ画像、8万を超えるテレビ映像を地上に送った。また、 レーザーレンジング測定など多くの機械のテストや実験が期間中に完了した。三十七キロメートルの走行距離は二千十三年六月末にオポチュニティによって更新されるまでは地球以外の天体に投入された探査車両の中で最も長いものであった。二千十三年七月にルノホート二の位置を NASA のルナーリコネッサンスオービターのカメラで確認した。 結果、従来の 37km という走行距離よりも 4.8km、長い、約 42km 走行をしていたことが分かったと発表された。ルナーリコネッサンスオービタの画像。ルノフォート2号とその軌跡が見える。大きな白矢印、ローバーの停止している場所を、小さな白矢印が、ローバーの軌跡を、黒矢印が土砂を被ることになった位置と考えられている。 ルノホート2号は月レーダー測定実験で検出され続け、その位置が50センチメートル単位の精度で判明していた。2010年の3月17日、ウェスタンオンタリオ大学の教授のフィルス・ストゥックは、ルナーリコネッサンスオービターのデータで作成された画像からルノホート2号の最終停止位置を特定して公表した。 ルノホート2号とルナ21号着陸機の所有権は1993年の12月にニューヨークのサザビーズで競売にかけられラボーチキンから68,500ドルで売却されたカタログではルナ17号、ルノホート1号と間違って記載している購入したのはコンピュータゲーム企業家のリチャード・ギャリオットであり 彼は2001年にコンピューターゲームズマガジン誌でのインタビューで私はロシア人たちからルノホート21を購入した。私は現在世界で唯一他の天体上にある物体を民間人として所有するものである。国際条約で述べるところによれば政府は地球以外の土地の権利を主張できないが私は政府ではない。だから私は ロードブリティッシュの名前で月の権利を主張すると述べている。近年はさらにルノ法と二号の所有者であることを強く主張している。ありがとうございます。